俺にセントラルに入れって言ったんですか。ああ、冗談きついっすよ、司先輩。なんで俺がそんなこと。そっか、やっぱりダメか。いや、そこまで押し込むことないじゃないっすか。まあ、俺の腕を認めてくれたっていうのは正直嬉しいっすけど。でも、雪広の料理をセントラルで披露するつもりにはなれないんで。ああ、それはいらない。雪平の料理はいらない。俺が欲しいと思ったのは君のサポート能力なんだよ。雪平がいてくれたら俺の料理は今以上に研ぎ澄まされると思うんだよね。そんなわけだからもう一回考えてくれると嬉しいんだけど、俺の料理のために。涼しい顔してすげえわがまま言ってくれますね。まったく料理人って人種はどいつもこいつも自分勝手で困るぜ。ナキリさん、アラトさん、何してるの？早く隠れろ。雪平にも利点はある。セントラルに入って俺と組めば今よりもっと上のフィールドで活躍できるんだよ。でもそれは司先輩のサポートとしてだけっすよね。俺の料理が出せなきゃ全然意味ないんで。そっか。本当に自分の料理のことしか考えてねえんすね。だいたい司先輩って俺の皿一回も見たことないっすよね。もしかしたら俺の方が料理の腕は上かもしれないじゃないっすか。なるほど、なら試してみようか。どちらの腕がより上なのか。俺でよければ今ここで相手をしてやってもいいぜ。十傑第一席の座をかけて。マジっすか。マジだよ。でももし俺が勝ったなら君はセントラルに入り俺の下につくんだ。この勝負受けるか、雪平相馬。上等っす。やってやろうじゃないっすか。第一席との一騎打ち。